はい、それでは今から2号館に入っていきます。ここはボルボのブースですね。おはようございます。おはようございます。ボルボブースでございます。はい、はい、GH4 ではちょっと無理があったので単焦点のレンズで今日持ってきちゃったんですけど、全然画角が狭すぎて撮れないということで LX100 で撮っていきたいと思います。音声ちょっと悪いかな、なるべく近くで喋ります。とりあえず今ボルボのブースで撮影しています。こいつが、ツインエンジンの、なんか充電してるんで、なんだろう、電気自動車か、ほぼ900万、展示車両で900万超え、久しぶりにモーターショー来たけど、やっぱり昔に比べて、やっぱボルボは丸くなったよね、まあ、どの車種でもそうなんですが、うわー、これかっこいいね。お、シボレーのブースにバンブルビーがある。やっぱりね、バンブルビーのベースはこれですね。カマロ、カマロもなんかすごいごつくなったよね。すげえかっこいい。もうパワーバンバン感じる形だよね、これ。乗ってみたいわ、ね、やっぱりモーターショー聞くと綺麗なお姉さんいっぱい並んでるね。いいね、マクラーレン。一度でいいからこんなドアが跳ね上がる車、スポーツカー乗ってみたいね。買えない車で有名なマクラーレン。向こうからね、買ってくださいって来るんだよね、マクラーレンって。まあマクラーレン F1 だけどね、あれは。はい、僕が個人的に一番好きな車種、ランボルギーニ。はい、赤の方のランボルギーニ。でも個人的にはやっぱりランボルギーニは黄色かな。ホイールもでかいけど、ブレーキキャリパーとディスク、サイズ半端ねえな、これ。ちょっと GoPro でも撮ってみましょうか。これね、シボレーのカマロ。すごいね。ブレーキもすごいよね。扁平も半端ない。タイヤ高いだろうな、これ。ベントレー、いいね。ベントレーにレース仕様なんてあるんだ。ごっついな、ベントレー。チームどこだろう、これ。M スポーツ？こんなのあるんだ。初めて見た。フィアット。そうですね、ここはチンクエンタかな。この間試乗したのはこっちのスポーツモデルだったよね。あ、これこれこれ、アバルトのこの間試乗したやつ、これだね。めっちゃ速かった。こっちのスパイダーもね、乗っててすごくいい。マセラティ、この辺もね、50歳ぐらいになったらなんとか頑張って乗ってみたい車種ではありますね。この辺のボディのシルエットすごくいい。かっこいいね。ポルシェブースにやってきました。ポルシェのハイブリッドカー、クラシックポルシェ。これはルマン仕様だね。全然形違う。これはどこのメーカーなんだろうな、初めて見たな。クロスバック DS オートモービルス、初めて聞いた。シトロエン、結構このシトロエンのブルーはいいよね。ロータスエリゼ、個人的に手が届く範囲ですごく欲しい車。この車ってフロントのキャリパー2ポットなんだ。対向2ポットだから片側ピストン1個だね。軽いからいいのかな。かなり中何にもない。さっきからずっと GoPro で撮ってるけど、やっぱり GoPro 画角が広いから撮りやすいね、やっぱりね。マクラーレンのテール、こんな感じ。はい、オースティンマーチン。シルエットは結構マセラティに似てるよね。ボンドカーにありやつだよね。中も全部革張りだね、やっぱり。後ろのブレーキもすごいな、これ。何これ。フロント、後ろのブレーキの前側に4ポットのキャリパーがあって、後ろの斜め上に対向じゃない、片側の小さいキャリパーがある。はい、テスラブースは結構人すごいね、これ。この間
ちょっと動画は撮れなかったんですけど、試乗してきたらね、すげえ速いのこの車。こっちは、あ、そっか、エンジンがないから、そういえばこの車はフロントトランクとして使えるんだよね。運転席すごいなあ。いいの？乗ってみたらこんな感じ。このね、パネルすごい。 iPad Pro よりでかいな。トランク広いな。さて、2号館見終わったので別の館に移動したいと思います。なんか外でいろいろイベントやってますね。なんだろう、これもさっきのセーフティードライブかな。あ、すげえ、すげえ傾斜。あの三菱の CM で見たやつだ。45度以上の傾斜から降りてきた。こっちはトヨタのオフロード性能の体験かな。すごいな。おお、浮いた浮いた浮いた、すげえ。デフロックかかんのかな。他車が並んでます。すごいな、フロントガラスまでしっかり貼ってある。はい、フードコートじゃないけど外の出店エリアですね。石窯持ち込んでピザ焼いてる。あとは何があるんだ。パニーニと唐揚げ、浜松餃子にたこ焼きとポテトか。ちょっとまだ腹減ってねえな。今から入るのが1号館。メインのやつはキャンピングカーとかレジャーとかそっちの車っぽいですね。何何何これ、すげえのついてる。なんだこれ。 VR ちょっと体験してみます。いや、これ面白いですね。結構参考になります。こっちです。うわ、すげえことになった。フロントがここまで行ってタイヤもずれてるな。でもまあ運転席はほぼ無傷。中はクラウドドライビングシミュレーター、これで練習できるんだ。ビークスのブースって初めて見たな。ビークスバーチャル体験コーナー、 VR 推しなんだね。シートベルトの効果体験してください。ちょっと乗ってみようかな。さあ、順番回ってきました。さあ、時速5キロの衝突体験始まります。おお、下がった。はい、じゃあ私を動かします。はい、いいですか。はい、おお、来た。たった5キロでもすげえ衝撃。皆さん、シートベルトは締めましょう。すげえ名前のスイーツだな、ワイロ。そのまんま。ドリキンさんが大好きなドリフトの D1 仕様のマシンですね。ロールゲージもごっついな。ジームさんのノッテっていうバイク、EV バイク。扱いは原付と一緒でナンバープレートも付きます。ここにね、あ、こっちか。ここが開いて半ヘルぐらいは入るんですけど、その下にバッテリーがあって、持ち運びで充電できるそうです。あとは充電、携帯が充電できる USB ポート。そんなのあるんだ。へー。あとは暗い時の用のライト。はいはいはい。こちらが主電源になります。へー、そうか。で、ここの下にモーターがあって、タイヤの中ですね。タイヤの中にある、はい。あ、これね、今実際電源ついてるので回してみます、ね。はい、お、40キロぐらいは出るそうです。今39キロまで出てます。お、まあ、速度メーターと距離と電池の残量ですね。はい、で、ここら辺にこれがハザードランプになります。前見ていただくと、あ、こんな感じね。で、使い勝手としてはここに荷物をかけるところがちょっとあって、はい、これがウィンカーですね。はいはいはい。これがローライト、ハイライト。わかりました。あとは電源つける際も押していただいても電源がつけます。あと消せます。あ、そうなんだ、はい。あとはリモコンがついているので、こちらのリモコンここ2回押していただくと電源起動。へー。
とはこちらのボタンを長押ししていただくと座席が開きます。ほうほうほう、まあ、そんな感じの乗り物です。金額的にはね、ブーステッドボードと変わんないので、日本で乗るならこっちだよね。そうですね。あとは電動自転車とかもパナソニックさんのとかだったら15万円とかするので、金額的には一押しです。この辺はもう本当に出店だね。佐世保バーガーにコーヒー、なんかすごいな、この佐世保バーガーめちゃ並んでるし、コーヒーにアイスクリームに牛タン丼、味噌汁の店だ、名古屋飯か、堂島カレー、台湾混ぜそば、なんかすげえ、やいっぱいあるな。タコスもあるし、あ、もうこんなに出てるとは思わなかった、すごい。はい、とりあえずまだお腹は空いてないので第3展示館に行ってみたいと思います。ここはね、国産車がメインの展示館になりますね。お、トヨタの TJ クルーザー、なんだこのタイヤ、車高が低い、新しいクラウン、フロント周りがすごく変わったね。ライト周りはなんかマーク X みたい、レクサスの NX300、 なんだこの車。はい、こんな感じで名古屋のモーターショー3つの館を回ってきました。車に関しては他のね、 YouTuber さんが東京モーターショーとかでいろいろレビューとか行ってきた動画は上げてると思いますので、それよりは他のことをもっとね、お伝えできたらなとは思って撮影はしてきましたが、とりあえず今日はこんなところで失礼します。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。